より帰り遅かったね。アフターグローの練習があったの？いや、ひまりと明日のことを話しててさ。何かあるの？心からハロウィンイベントに誘われたんだ。商店街の人からどのチームが一番お菓子をもらえるかっていう競争をやろうって。何それ、楽しそう。アコも一緒にやりたい。やりたいって言われても私は参加者だからな。主催者は心だから心に聞かないと。それに二人一組での参加だし、おまけに仮装もしなくちゃいけない。アコ、明日までに間に合うか？お姉ちゃんは誰と組むの？私はひまりとだよ。心はみさきと、リミは誰と組むのかわからないけど相手はいると思う。分かった。じゃあ明日一緒に参加してくれる人を見つけて、その後心にお願いしてみる。衣装の方もアコいろいろなグッズを持ってるからなんとかなると思う。そっか、アコが参加できるように私も応援してるよ。お姉ちゃんありがとう。えへへ、アコは誰と組もうかな。どうせ参加するなら勝ちたいし、そうなるとお姉ちゃんが超強敵だよね。お姉ちゃんに勝てる人、お姉ちゃんに勝てる人。アコ、どうしたんだ？いけないことかしら。登校前だし、あまり時間は取れないわよ。大丈夫です。すぐに終わります。ユキナさん、アコと一緒に今日のハロウィンイベント参加してください。ハロウィン？悪いけど、そういうイベントに興味ないわ。でも、ユキナさんじゃなきゃダメなんです。そのイベントは競争になってて、お姉ちゃんも出ることになってるんです。優勝するためにはお姉ちゃんに勝たないといけないんです。お姉ちゃんに勝てるのはユキナさんしかいないから、だからお願いします。ユキナ、やってあげればいいじゃん。気分転換に新曲のアイディアがなかなか降りてこないって言ってたでしょ。ハロウィンイベントみたいないつもと違うことを体験すれば、もしかしたらすごいアイディアが降りてくるかもよ。そんなものかしら。あまり説得力があるとは思わないけど。ユキナさん、お願いお願いお願い。ユキナ、アコがここまで言ってるんだし付き合ってあげなよ。今日は練習もないんだし。確かにリサの言うことも一理あるわね。わかった、ハロウィンイベントに参加するわ。ちゃんと用意してあるので安心してくださいね。衣装？どういうこと？ハロウィンイベントなんで仮装するんですよ。アコは堕天使をモチーフにした仮装で、ユキナさんには猫耳と猫の尻尾つけてもらいます。猫耳と猫の尻尾？私がそれをつけるというの？はい、そうです。猫の仮装でお姉ちゃんに勝ちましょうね。いいじゃんいいじゃん、猫耳。もしかしたらこの先ロゼリアでそういう衣装を着ることがあるかもしれないよ。だからその練習だと思ってね。よくわからないわね。そんな衣装この先もロゼリアで着ることなんて。ユキナさん、来てくれないんですか？わかったわ、アコが選んだ衣装を着るわ。はーい、ありがとうございます、ユキナさん。それじゃあ放課後ユキナさんのクラスに迎えに行きますね。アコと一緒に優勝を目指しましょう。